これまで算数では三角形や四角形のような平らな形平らな図について勉強をしてきましたけど周りを見渡してみてくださいそんな平らな図形形ってそんなにないよね紙ぐらいだと思います私たちの周りにはこうした箱のような形箱の形をしたものです丸が伸びたような缶の形をしたものです サイコロの,形をしたものいろんな形のものがあふれていると思います。もっと複雑なこのいろんな形を組み合わせたものとかいろんなものがあふれてるよね。ここからはその中でもこの箱の形に注目をして詳しくこの箱を調べていきたいなと思うんです。そしてまず最初のこの動画ではこの箱の種類としいと 箱のそれぞれの部分につけられた名前について呼び方について紹介をしていきたいと思いますまずこのさっき出てきた箱は実は算数では大きく2種類に分けるんですまず1つ目がこんな形の箱これは靴箱でしょうかこうした形の箱とか段ボールもほとんどこの形だと思います それを図にするとこんな形。横長になってるね。長くなっている形の箱。これが実は1つ目です。そして長くなるのはこれは横じゃなくてもいいです。細長い縦に長い箱があってもいいです。何を入れようかな。カレンダーとかを買ってくるとこういうのに入ってるよね。あとはワインとかもお酒です。こういう細長い箱に入っていることがあります。 こういう長い箱これは実は同じグループで長い箱グループになります。これが箱の種類の1つ目ですそしてもう1つはサイコロの形をした箱ですこんな形図にするとこんな形ですこれはサイコロ以外にも見かける時があると思います何か素敵なプレゼントとか お菓子がいっぱい入っている箱とかってこんな形をしていたりしませんかサイコロの形をしていませんかねこれが算数の中では2種類目の箱の形になってるんです。箱の形は大きくこの長い箱とサイコロの形の箱に分けることができます。そしてどっちらの形の箱にもそれぞれの部分に 呼び方ががあす。す。名前がついていて順番に話していきましょうまず箱はこの平らなこの形の四角形になってるよねこっちも四角形になってるね4つの角がある角がある形になっていますこういう四角形で囲まれていますこのサイコロもそうね6の面もここそうやしここの面もそうだしこの箱のこっち側の部分もそうです四角形で囲まれている これはこのものの形によってどういう形になるかは変わるんやけどこの箱を作っている形の部分それぞれのことをこっちで言ったらこれですねそれにもちろんここの部分もそうだし上の部分も下の部分もそうですこのよういう部分のことを面と言います漢字でこう書きます面と言います なので箱は面ででで作られてているんす。す。そしてもう1つ次の言葉です箱はこの図形にしてあげるとこの図を書いてくださいって言われたらこうやって書いていくよね定規を使って,い使ってその時にこの線を引いていくと思いますこの面を作っているそれぞれの線のこと箱の線のことを辺と言います 何か変やなと思うかもしれんけど変と言います。なのでこのそれぞれが変と呼ばれているんです。変と呼ばれています。これ変と呼ばれています。これももちろんそう。これももちろんそう。全部変です。こっちももちろんそうです。変と呼ばれています。なので面は変で囲まれているということができると思います。そして最後にこの

これはとてても箱を調べていく上で大事な言葉ですなんか言葉呼び方を決めとかないと説明するのが大変やもんね。なのでこれから箱を調べていくんやけど面辺頂点という言葉は何を言っているのか覚えておくようにしてください。この言葉を使いながら2種類の箱について詳しく調べていきたいと思います。